それでは、以前にも少しお話ししましたが、天地を取っても行列式が変わらないという話をしていきましょう。まず、このような行列を考えてみます。これを列基本変形して21、213726937にします。列基本変形をしていますから、元に戻すには、このような行列をかければいいわけですね。どのような基本変形をしたかというと、これは、 246を2で割ったわけですね。ですから、2列目を2倍すればよいと。3列目もマイナス1倍していますので、基本変形2回分ですけれども、一応一つの、紙面の都合上、スライドの都合上、一つの行列で表していますけれども、このように書いています。これは9、3、2、3、2、3 22と933-1の積ですね。はい。で、さらに、えー、戻ると、この123と279を入れ替える。ですね、えー。入れ替わってますね。はい。で、えー、入れ替えをしてますからあこの、この行列に、この入れ替えの R312 という、1列目と2列目を入れ替えるよっていう行列をかけたものですね。 これで等しくなるんですね。この、この部分が、この部分が1列目と、1列目と2列目を入れ替えた、これと、この入れ替える行列、基本行列の積の形になります。ここは変わりません。後ろに、後ろに映っただけですね。で、さらに、この行列を、1行目をですね、T <laughs> 成分を使って吐き出します。その操作を、 すするとですねこのようになるわけですが、すなわち、これを元に戻すには、1列目の2倍を2列目に加えると、元に246足しますから279戻りますね。それから369を足すと367、367戻ってますね。このように、基本変形をするというのは基本行列との積で表して、基本行列の逆行列をかけて、このように元に 統合の形で変形をしていきましたですね。変形するときは矢印でいいんですけれども、ここはまあ、あの、実際に元に戻すために必要な基本行列、もしくはその積を右側にどんどん書き足していますので、統合のまま推移しています。では、この両辺ですね、今この状態どうなったかというと、下三角行列と、 基本行列、もしくは基本行列かける基本行列ですね、えー。と、基本行列、基本行列。まあ基本、いろいろなタイプの基本行列の席になっているわけですが、点値を取ります。点値を取るとあ、元の行列はもちろんこう、点値行列になるわけですが、えー、席の順序は逆になります。で、えー、これは点値取るとこっち側。これは点値取るとこれ、えー。これはこれというふうに、点、え、値、ー、を取るとこのようになります。 ここで下三角だったこの最初の行列は一番最後に上三角になって出てきています。で、ここでですね、三角行列の行列式は点値をとっても同じだったことを思い出してみましょう。どちらも対角成分の積ですから、実際に計算した値として等しいことがわかるわけですね。また、基本行列に関しては、PNIJC はいずれも1です。まあ、三角行列ですから、この場合は、 そういう意味でも分かるわけですが、いずれにしろ、基本行列の席は、基本行列、PNIJC は単体で、点値を取ってもですね、PNJIC、IJ が C なら JIC というふうに移るだけですから、行列比の値は1で変わらないですね。また、この入れ替えるタイプのやつや、スカラーバイのタイプのものは、いずれも点値を取っても元の行列と変わりませんので、 これはですね、IGA の役割は入れ替わるだけですので、これね、R の場合ね、ね、Q の場合はもともと対角行列ですね、対角成分しかないので、点値をとっても変わりません。したがって行列式も変わりません。ということで、えー、合わせると、まあ、少なくともこの A に関しては、点値をとっても変わらないことが、まあ、具体的に見てわかるわけですね。 でもちろん一般の場合もですね、えー、これは言えるわけで、すなわち A を列基本変形していって三角行列にする。まあ、階段行列にするということは、要するに三角行列にするということになりますので、えー、対価しているともちろん対角成分に0が出てくることはありますけれども、いずれにしろ三角行列にはなるわけですね。なので、えー、これはあこのような形に必ずできます。で 先ほどやったのは A イコールの形でやりましたがこのままでもいいのでこのまま点値を取ると点値点値点値と点値になって点値の席の順序は入れ替わってこうなりますで両辺の行列式を考えるとこの点値 P1 とか点値 P1 とか点値 p 一の行列式とか全部等しいわけですねで席の情報性がありますから要するに A と点値 A を除いて全ての行列式の値が 等しいと対応する値が等しいということになりますので、全部、えー、相殺してやると、点値 A の行列式と A の行列式は等しいということが分かるわけですね。一般に、ですから言えますということになります。そうするとですね、えー、今まで列基本変形、列に関する基本変形によって行列式を計算するということだけだったわけですが、行に関してもですね、できちゃうわけですね。 実際、行に関する基本変形は左からかけるわけですが、一旦これを全部点値を取って考えると、えー、列に関する基本変形をして、えー、点値行列に列に関する基本変形をしていることになりますので、そうするとこれは点値の A と変わらないので、A に変わらない。つまり、A に左から基本行列をかける。つまり、A を行に関して基本変形しても、行列式の値はこう変わらない。あるいは、 Qn の場合は C 倍になったり、Rn の場合は符号が変わると。ということで、行に関する基本変形についても、列と同様に計算ができますということが分かったわけです。